はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。ホコラモンスター、スライムジェネラルの心が S4 つ揃いました。これまでの各ランクのドロップ数や討伐数などを見ていきたいと思います。というわけでですね、はい、先日実装されたスライムジェネラル。はい、かなりね、あっさり S が4つ揃いました。まあかなりね、幸運と言っていいのか、まあどうかわかりません。とりあえずね、はい、S4 つ揃うのメガモンだとありがたいんですけど、ホコラモンスターはですね、あんまりありがたいというわけではありません。というのも、ホコラモンスターはですね、基本的には、はい、たくさん枯れますので、はい、S4 つ揃えるのは難しくないわけですね。なので、まあ、こんな感じで早く揃うことにあまり意味はないわけなんですけれど、まあまあ、でもね、とりあえず、まあ早く揃うに越したことはないので、まあそこは、まあありがたく、ということでございます。で、はい、26匹ということで、倒した数がね、こんな感じになっております。なんか、まあ、これまでのね、私の心集め、の中でも、もう歴代1位ぐらいですね。もうとにかく早いですね。もう、こんなすぐ S が4つ分揃うというのはね。まあまあ、とりあえずそんな感じですね。で、まあ今回ね、直 S が3回来たので、それもね、それはやっぱり一番、まあ、S が早く揃う要因になるかなと思います。あとは、それ以下はですね、A が4つ、B が3つ、C が5つ、D が12という形になります。まあ、討伐数が26で、心の数が27というのはですね、まあ、CM が入って、プラス1個もらえるやつ、まあ、そういう影響になります。というわけで、ちょっと攻防の方を、見ていきましょうということで、いきます。はい。というわけで、これですね。はい。一応ですね。はい。まあ、とりあえず、ここで S4 つにしておこうと思います。というわけで、A が4つありますので、まあ、ホコラのね、モンスターの一番ランクの高いホコラのモンスターというのは A が4つで S にできるんですね。ということで、では行きましょう。はい。ここだけはね、もうちょっと見届けていきましょう。ということです。はい、グレードアップ完了で S が4つになりました。はい、スライムジェネラルの心、ちょっと見ていきたいと思います。はい、コストが137ということでね、まあ、最近の心らしくて、はい。まあ、とにかくね、まあ、コストも高ければ、いろいろなステータスも、まあ、高くなってるということなんですけれど、ちょっとそれを見ていくことですね。はい、最大 HP 126、高いですね。失礼。力が102、身の守り97。まあ、この辺はもう十分ですよね。黄色の心らしいというか。はい。あとはですね、黄色の心なんです、というとですね、素早さが結構遅いのが多いんですけれど、もうこれはですね、素早さ118で、まあ、黄色の心の中ではもうトップクラスですね。スライムヒーローズと似たような感じですね。あとは器用さも128で高いと。いうことなので、まあ、ブレス攻撃もいけるということになります。はい、あとですね、特殊効果なんですけれど、はい、斬撃大義プラス7。あとは、キャドとジバリアの斬撃大義がプラス 8% ずつになってですね、あとは、スライム系のダメージ、プラス 10%。はい、眠り耐性、呪い耐性それぞれ 10% となっております。はい、まあ、ハイレベルなね、心でありますと。ということで。まあ、このね、スライムジェネラルの、まあ、ホコラを攻略するためにもですね、このスライム特攻 10% っていうのはね、結構でかいので、まあ、これが手に入ると、スライムジェネラルのホコラ攻略も、まあ、楽になるところもあるんじゃないかなと思います。はい、というわけでですね、はい、今回はスライムジェネラルの心が S4 つ揃ったんで、その報告でございました。まあ、今回はかなりね、まあ、運が良く S が4つ揃ったなということでございます。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ